稲葉山和は、日本の政治家、元衆議院議員、東京都神田区生まれ、駒場東方高校を経て、1966年、中央大学法学部を卒業し、父、稲葉治衆院議員秘書となる。その後、木部義明建設大臣秘書を経て、1990年に、旧新潟2区から、父の地盤を継いで、第39回衆議院議員総選挙に、 立候補するも落選。渡辺道夫の秘書を務めた後、1993年に、再び第40回衆議院議員総選挙に立候補して初当選。渡辺派に属す。以後、連続5期当選。科学技術政務次官、文部科学副大臣などを歴任。1997年、佐藤孝之の入閣問題で、 佐藤の入閣を強く後押しした派閥オーナーの中曽根、安弘らを批判し、所属する旧渡辺派を脱会した。ちなみに、父、治は、ロッキード事件で、佐藤逮捕時に、三木内閣の法務大臣を務めていた。1998年、旧渡辺派の流れを組む山崎派結成に参加。2000年の加藤の乱で、 森内閣不信任決議に対して山崎派が欠席する方針を示した際、現職閣僚で身動きの取れなかった安岡沖春を除き、山崎派で唯一本会議に出席して森内閣に信任票を投じた。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙で民主党の黒岩酒井ように敗れ、比例復活もならず落選した。 2014年4月、朝日、重光明を受賞。ありがとうございます。